大人の世間話の最初は、はい、天気の話から始まるんですよ。ああ、なるほど。必ず天気から始まる。ああ、なるほど。はいはい、そう、ね、今日いい天気ですね。寒いですねとかね。そうですね。寒いですね。いや、確かに。そっから引き出し引き出し、うん、深いとこを攻めていくと。中山峠ね、うん、行ってきた。うわ、めちゃくちゃ。そう。これね、道民なら、うん、必ず行く、行く、ね、とこなんで。行くよな。中山峠とか北海道に中山峠じゃない名所なのっていうかね、いや名所なんだけど、うん、なんつうんだろうな、なんかねここを経由していろんなとこに行く場所なのよ。そう、どっか行こうってなったらここを経由するわけ、うん、まあ、中山峠といえばうわこれはうわこれはねもうなんだ避けて通れないよね。そう、あのねこれ北海道名物よ結局。これもねまたローカルな話で、うん、大変申し訳ないんですけど、申し訳ないですけど、うん、北海道車といえば、うん、北海道ドライブといえば、うん、揚げ芋なんですよ。そう、中山峠行ってここぐらいにしかないけどね。そうそうそう、うん、あら何あ僕の愛車がですね、あ帰り道で、うん、あの息子がニトリの駐車場に入りたいと、はいはいはい、うん、地下の駐車場がねなぜか好きなんですよ。それって何、駐車場入って、うん、上がって終わるの。はい冷やかしもいいとこだよ。冷やかし、せめて入ってきよ。冷やかしです。あ、そうなんだ。完全な冷やかしなんですけ ど、ね、でいや入りたくなかったわけで、むしろもう一回通り過ぎたのさ、うん、通り過ぎたんだけど、うん、もう入りたいと、ダダをこねるの、リクエストが、絶えないもので、入りたい入りたい、ま、エレベーターが好きな子だから、ねまあ、そうだよね。なので、うん、まあ、まあ仕方ないですねと、はいはいはい、こうでこう戻って、ね、U ターンして入ったと、うん、でもうすぐ出たいじゃないですか。あ、出たいよね、うん、もう早く出るよって、うんうん、出て早く出ようって思って、うん、急いでたんですね、うん、心が、はい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 、内輪差を気にせず行っちゃったと、もう出るわと急いでたの、心を失うと書いて、忙しい心をなくすと書いて忙しい、はい、うん、でも出るわと、うんうん、これ使いですよ。なるほど、僕の愛車があ、うん、この縁石のねこの段差のところからジュッと上がっていくところってことね。そうですね、はいはい、アンさんのところから降りてしまい、このタイヤがね先に地面についてしまうとどうなりますか。うん、ガンクナのね大事なお腹のところに、そうだね、縁石が。ケンさんケンさん、ちょっと今ちょっとテンション下がってるのがちょっとわかるんで、はい、うん、ちょっとこのドブネズミ、ドブネズミ号を改めるとちょっとテンション高くちょっと言ってもらっていいですか。ここドズミ噛んだわいきなり噛んだわじゃあここちょっとお願いします。ここドブネズミ号改めポロネズミ号ってかてんてんっていうところでね、素晴らしい。なんでさ、そういう、よっけ、素晴らしい、最高。すげえ悲しくなったわ。新しい称号になったわ。分かっててやったぞ、うん、こいつ作詞だな。ボロネズミ号ってか。後日。おお。さらなる利益が。皆さん、まだまだありますよ。うん。洗車中にね、ちょっと一点ちっちゃい黒いね、汚れみたいのがあって、うん、なんか汚れてんなと思って、もう愛車の洗車中ですよ。うん、この汚れ。汚れバスターズってことで、うん、車新しくなった時ってね、うん、洗車によく行くんだよ。なるほどね、うん、で気になっちゃうんだね。よし、俺の高圧水流ウォーターが食らえって、ピシッってやったら、なかなか落ちねえなこれ、うん、この黒い汚れ、うん、もっと近づけてピシッ、うん、なんかなんか傷が、ちょっと待って、なんだなんだ水流で見えない、うしたらね、あーこの黒い汚れはですね、うん、これ汚れじゃないってよな塗装が剥がれてたの、これ塗装だな、これ、はい、あ、何それでちっちゃいやつを水入れて塗装がベロベロ剥がれてったと、はい、そうなんですバカ野郎でしょ。いや、これは笑えないですよマジで。めっちゃ近づけてビューやってた、やばー。え、これ現物の何写真、まあ、そうですね、やばー、はい、結構な範囲だね、これは。結構で、これは笑えないですよマジで。え、あので、ボロネズミがハゲネズミ、ハゲネズミに、うん、ハゲネズミになったって書いた君、よく読んでる。すごいっすね、ボロハゲネズミ、ボロハゲネズミ、うん、すごいね、こんな短期間でポケモン進化することある。そうなんですよね。ボロモン、多分、あの、うん、ポッポとかその辺だわ。ポッポとかその辺あれ早いから、あ、すぐ早いから。まあこれね、一応まあ、幸いなこといいんですよ、うん、これボディじゃないんですよ、金属のボディじゃなくて、はい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 、バンパーとかの樹脂パーツのとこなんで、うん、一応そのね、うん、
塗装が剥げたとしてもですよ、ここからサビが広がるとかですね、そういったそれは嬉しいことには、まあ、繋がりませんので、あなるほど、フレームマジ錆びるからね、あ塗装剥げたところから、そうなんだ、うん、まあそんまあ、ちょっとねあの厳しい意見もあるんですが、塗装リコールあったやつじゃねっていうコメントあるけど、ね、塗装リコール、いやもうね中古車だから多分しょうがないのか、もうこうリコールとか言ってもさ関係ない、知らねえわ、現物私ですからって言われて終わりだよ、中古車はね仕方ないと、あはい、昇進の刑山岡屋に、ですよね、あ言ってたねこれね、そうですよね、はいはい、前の放送でねチラッと言われてたんですけど、うんうん、まあそんなことねえだろうと、コメントで言われたやつね、これね、そう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 、まさかね、うん、まさか本当にそんなわけないだろうと、だって入ったばっかりだよ、そうだよね、9月に入会して、うん、これ目当てにね、うん、コロチャー目当てで入会してさ、コロチャーなくなったやつ、うん、そもそもジャフ誘拐が優待がなくなったっていうね、そうなんですよ、かわいそうに、であの行ったらね、おおかわいそうに、本当に終わってたんですよね、うん、一応ねこの K の愛車について一応ちょっとまとめをしようかなというところで、僕もコーティングするはいいだろ別に、まあ一個ずつね、まあ一番傷ついたの3だから、はい、3ですか、3の大久保あったと思うよ、大久保さんにコーティングを、ありますあります、あったあった、どっかで話したよ、確か、そうなんですよ、で誰かには東武ネズミ号とバカにされ、誰だこれ言ったの、大久保がよ、で残りニュー3連発、うん、まあこのあと増えるのか、うん、減るのか、うん、まあ、減ることはないか、減ることはないねいやあれじゃない、塗装とかはこうなんか綺麗に塗り直したとかすれば、うん、減るんじゃない、消えるんじゃない、 いいこと言いますね、そうだ、うん、いいことがあればね、ということでですよ、うん、はい、まあこれあ見てください、おーおーおー、直しましょう、 DIY でね、うん、狙った傷は逃さないということで、いいね、タッチペンにね、うん、このアダプターみたいな、エアーのアダプターみたいな合体させるんですよ、ドッキングさせるんですよ、うん、タッチペンにこれをドッキングさせると、あら不思議、ほうほう、タッチペンがスプレーになりますと、いやコメント最高、うん、失敗しそう、失敗しそう、やらかすとそれむずいぞ、めっちゃムラになったり、ムラになった、間違えて赤で塗装はしねえよ、板金屋行け、みんな書いてるもん、失敗しそう、嫌な予感しかしないってな絶対やめた方がいい、楽しこれ逆に僕今は楽しみでしゃあないっすわ、だって俺飛びさっきさ飛び石の話したじゃん、うんうん、で飛び石でほんの1ミリくらいの傷できて、でそのこのペンやったんでしょ、うん、塗るんだけど、はい、だって1ミリだからさ、うん、チュッて塗ればいいだろうと思うんだけど、そうだよね、結構粘度高くて、あちょっとボコってなっちゃってさ、それはタッチペンだからでしょ、うん、スプレーだったらなんないんだって、それほら見て見てこれ、ほらそれがね、筆で塗っただけだと、うん、もうこれベッコベッコになってるんです、これもう盛り上がって、うん、こんもりパティシエがクリーム盛りましたみたいな感じになって、はあはいはい、しかしこのタッチガンなら、うん、なんとこれね、馴染んでるわけよでも僕昔小学校の時、はい、あのミニ四駆やってて、あのスピンコブラを、うん、スピンコブラをこう何スプレーで色塗った時に、はい、もう全然うまく塗れなくてスプレーだけど俺ももう厚塗りみたいな、うん、なんかでスプレーってそんな、俺ビクトリーマグナムそうで、そんなむずいのスプレーって、うん、スプレー結構ちゃんと塗るの難しいよ、そう本来真ん中に物を置いて、うん、30センチぐらい離したところからさってね、一回シュート出して、出したまま均等になった状態で、そうシュッで一方向ずつやる、ピン